2月か。沖縄行きたい。はい、こんにちは、ずっと上げてませんでしたが、またまた、2月から頑張ってアップしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、今日は何をと言いますと、2月の3日にですね、節分ですね。節分といえば豆まきですけれども、最近は恵方巻きというのをやってますよね。僕とかのね、小さい頃とか恵方巻きなんか全然なかったんですけど、まあ恵方巻きといえばですね、海苔巻き、海苔巻きはこうね、方向に向かって食べる習わし風習ですけれども、恵方巻きといえばですね、こちら崎陽軒のまた崎陽軒ですけどもね、崎陽軒のシューマイ恵方巻、今日はこちらを食べてみたいと思います。さあ開けてみましょう。まずは外観を取ってみましょうね。もうこんな感じなのね。開けてみると、かわいいサイズ。開けてみるとね、こんなサイズ、ちっちゃいでしょ。最初ね、大きいかなと思ったんですけどね、これが大きくなくて、これがですね、2月の1日2日3日の予約販売と店頭販売でありまして、もちろんね、僕は予約しといたんですけども、今日ね、でもね、予約取りに行った時にも店頭にも並んでたんで、この3日間限定で1万1000食限定ということなんで、数にはね、限りあるんでしょうけど、まだね、朝方行った時とかもあったので、これ見て欲しいなと思っても買えると思いますよ。買えなかったらごめんなさい。で、取り扱いは東京と、神奈川を中心とした150店舗で、2月の1日と2日の、店頭販売は神奈川エリアの100店舗だけなので、東京の方とかはね、2月の3日だけなのかなっていう感じでございます。サイズはね、こんな、ほら、このぐらいのサイズ、ね、長さがね、約10センチだそうですよ。でね、中ちょっと見てみましょうね。こんな、持ってみますね。あらあらあら、中がシューマイの餡になっていて、こんなね、シューマイが中にぎっしり入っていて、周りがね、肉まんの生地で包んであるような感じですね。すごい、だからもうシューマイの餡がびっしり詰まってるんで、もう部屋の中がシューマイの匂い、いやいや、香りがすんごいです。というわけでですね、食べてみましょう。2020年の恵方は西南西ってどこだい。ちょっと西南西を調べてみましょう。うちはどっちだい。コンパス、西南西、こういうことね。おお、ちょうどね、この向き。そして恵方巻きでね、したことなかったんですけど、恵方巻きってしたことあります？恵方巻きですね、正しいルール、ちょっと調べながらねですね、ネットで調べた恵方巻きの正しい食べ方というのが3つあるそうで、3つがですね、まず恵方を剥いて食べること。恵方を剥いて食べる。そして恵方巻きは黙って食べる。ルール3つ目は一気に食べる。だから切ったりもせずにそのまま、そして願いを思い巡らしながら食べるそうでございます。というわけでですね、早速こちら恵方巻き1本いってみたいと思います。こっちか。美味しいけどちょっと苦しい、一気に食べるのは苦しいです。というわけで、食べてみました。でも美味しかったですよ。中がね、もうシューマイですからね、崎陽軒のシューマイ存分に楽しめるから、その辺は全然崎陽軒好きとしては、シューマイ好きとしては全然いけるんではないでしょうか。さあさあさあ、1日2日3日で、東京と神奈川の限定150店舗で1万1000食限定だそうです。あ、
値段は値段値段が1個350円だそうです。というわけで今日は短めですけれども、この辺でまた。